ついでにやっちまうかな、ついでに。ついでにやっちまうか。やっぱな、焼きつく楽しいんだね、やっぱな。やっぱ楽しい、焼きつく。まあ、グラウンドの方で特に気にすることはないね。先発ピッチャー誰にするかってことぐらいか。まあ、山内は良かったな。山内あのまま調整させとこうか。あんまり使わず。あ、ミンチもうチャリパンパンだ。ミンチ調整、ジェームスはまあこのままで。ジェームス違う。ジェームス使うに及ばないぞ。防御率 99.99。無限大。無限大の夢の中に。カンフィー。うろ覚えだ。どうなんだろうな、浅井も最初にさ、あの 送り込んどいてさ、守備型で目で木村拓哉やっといたらさ、木村拓哉であのショートセカンドとかもできるもんね。だからまあ守備力は落ちるけども、浅井を送り出した方がいいかもしれない。だから一応2分5厘だから、まあまあまあまだ浅井の方がいい。で打力で言えば若干浅井の方が上なんで、浅井を5番に置こう。打順で言えば浅井を5番に置いて、ライトじゃなくてレフトを、肩が強い金本をライトに置く。ライトの方がね、あのライトの方が肩が必要なんでね。ただまあこの並びがいいのかどうかだよな。近本選手結構打ってるね。いいよいいよ、こんなもんでしょう。ロペスの不調が気になるな。うん、やっぱロペスの打順を下げとこう。ロペスと浅井の左が3人続くな。いいか、いいか。こんな感じで女子の回聞いとこう。ウルソを通して選手について。はいはい。これあんまり役に立たないよな。フォークじゃなくてさ、まあまあです。使い方次第ではいいんですでしょう。はい、立つよー。憎き巨人に3連敗になると、そのようなそのようなことは許されない。中日先発、向こうの先発は山本昌、こちらの先発はまあまあの黒田でいきましょう。まあこんなもんか、こんなもんかって言ったら、あの入場者数ね、1万5000人が観客、上限収容人数だから、まあ、1万3000入りは十分かなっていう、ね、勝ちましたね。小山田で勝ち投手、抑え小林監督1勝1敗、いや1敗1セーブ。黒田はまあ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 、5回、6回、自責3、非本塁打2本、ちょっと不意の軽さが当たとなってますが、まあいいでしょう。野口はミンチ調子いいからな。ミンチでいいでしょ。ミンチ負け。まあいいや、これは赤敗だからよしとしよう。調子いいのは山内かな、やっぱり。接戦落としてるね。中日戦、中日との試合は接戦落としてるね。まあ、9000万円からお金入ったからね。 3カードすると 1カード3試合すると、まあ、大体1億円ぐらいお金が懐に入り込んでくるっていう、そういう仕組みになっておりますね。勝率で小山田が1勝で、一応ランキングには顔を覗かず、お、田中幸雄が1500本安打達成しましたですって。この後ね、田中幸雄はね、まあそのずるずると現役を続けてね、2000本安打を達成しますね。ずるずるとって言い方は良くないかもしれないけど、うん、まあ、まあ別に花道を怪我したとは言うほどではないな。田中幸雄に関してはミスターファイターズだもん。うおお、なんだこりゃ。16点取ったぞ。斎藤隆、後のメジャーリーガーともあろうものだ。金本1安打、東で3安打、浅井が4打数2安打1本、小川が2打数1安打、ロペスが4打数2安打1本。マティアスがいいね。3安打1本6打点。試行技はまあダメだけど。
黒田もいいね。黒田ね。田村もいいね。黒田1だったよ。いいね。いいね。いいね。16点は嬉しい。またミンチーはまだちょっと回復しきってないな。今日は横山、高橋家、横山を投げさせてほしいでしょう。まあ、一応この、ね、あの調子の矢印があるんで、まあ、それ見ながら、誰がいいかなと思いながら選んでますけど。河村武雄。おあれなかなか調子が大向いてきたんじゃないですか。ないでしょうか。小林寛永、2セーブ目。あともう一つすれば、あともう1週間2週すればトレードがうまくいったかどうかが伝えられるはず。そしたら東出を変えていける。しかしランキングに名前は出てこないな、うちのチーム。あと1週か、まあ、練習を今さら練習を見る必要はない。あーでも先発ピッチャーの調子だけは見とかないといけなかったな。ヤクルト人気ないのな、人気ないのな、ないのなとか言ってるな。ヤクルト人気ないのな。11,889人しか入ってない。負けた。小林歓迎が打たれとる。ミンチしっかり抑え投げて8回7な1失点1失点にしては7奪三振で悪くない。小林歓迎がなんかよくねえな。防御率 5.6% だもんな。確かにトレード出したろうか、これトレード出したろうか。次山内、キャッチャーの田村の調子が悪い。しかしかといって木村を出すわけにもいかん。厳しいとかも、ね、よかった山内ナイス。広池セーブ。広池の方がいいか。広池もそうでもないな。山内はなんかいいな、しっかり活躍してる。そこで高橋健か黒田か。横山だろうね。下り調子の矢印のピッチャーとりあえず投げさせないようにしましょう。よし、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。でもこの横山放出するんだよな。よく考えたらあんまりなんかこう調子に乗って期待かけてるといなくなった時の横山ロスが怖い。先発ピッチャーは確実にね、おちょっと入ってきた。尾形10打点で入ってる。横山2勝だもんね。うちのハーラートップがトレードの球として出ていくっていうその怖さが。何ですっけ、ベイスターズか。福地を出したら中根をやるぞと。あるかねえけどな。まあ、トレード成立すれば阿波野がね、まあ悪くねえな。正直阿波野悪くねえな。これぐらいのピッチャーならまあまあ欲しい。いやでも36歳ってことを考えたらもう下り坂か。うわ悩むな。いやダメだ、やっぱりそう、ダイソーのスペシャリストは必要。この話は断っとこう。惜しい話だったかな。まああの立川とかね、マリンズが立川取れたら解決する話であって、立川がいればね、あの右の強打者の外野手が入ってくるはずだから、それでなんとかってことにしましょうや、しましょうや。ちょっと休ませよう。山内も休ませよう。黒田練習させてないんだな。スライダーをもうちょっと磨こうかな。ダメか、スライダーじゃダメだ。黒田向きのコーチじゃないな、川端は。スライダーを覚えさせられないから。シュートがカーブだしな。パーム、シュート、カーブ、パーム、うん、
4月結構まあまあ戦えてるね。川上健志3連敗を喫したけども、前のカード悪くなかった。中日との対戦、よし、いいぞ。山内がいいぞ。打撃成績で見ると金本が4打数1安打1001。尾形が良かったか、でディアスが良かったか、宿技も4打数2安打だ。ここらでミンチかな。おお、2安打、2安打、1安打、ボンダ、2安打、2安打、2安打、3打点、5打数1安打。いいね、ちょっと調子上向きですね、おうちのチーム。巨人が独走体制になっている、独走体制だという、そこさえ除けば、非常に調子は悪くない。横山トレードに出すんでね、まあ、しっかり投げさせましょう。3連勝、小林寛平がこの3連勝で2セーブを挙げましたね。信じてよかった小林寛平。いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。これは調子いいですよ。首位と 0.5 ゲーム差の3位にまでつけてます。打撃のランキングに尾形、ディアス、ロベスの3人が入り込む。特にディアスの打点は1、勝利数は山内と横山で2勝ずつ、セーブ数小林寛平の5セーブもターラートップ、ね、オズボーン選手がファイターズに出しました。怖い怖い怖い、次が怖い。お、伊藤勤、まさに連勝解除一直線です。怖いな、これで決まるぞ。トレードが成功するか失敗するか。つらいつらいな。まあ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 、まあ、悪いことばかりはない。小技は打率いいぞ。尾形、田村、ディアス、東出、金本、浅井、まあ、金本は一で上がってくるとして、東出がやっぱちょっとお荷物感強いな。 CCC だしな。東出に代わるいい選手、このディアスの打点15は素晴らしいんだけど、打率2割3分、出塁率2割7分6厘ってことを考えるとな、まあ、OPS と市場今ない、この時ないけどさ、ちょっと東出とディアスは良くないな。とキャッチャーな、キャッチャーと東とディアス、キャッチャーとセカンドとショート、これをいっぺんに獲得したいトレードですね。だあ、どこがいいかな。とりあえず横浜はダメだ。有望株の選手、有望株じゃなくてもいいから、有望じゃなくてもいいから、ここが補えれるチーム、田口。ダメだね。オール B なのはいいけど、これが田村とあんま変わんね。野口は欲しいけど、こんなキャッチャーくれるわけねえな。野口と横山とかでトレード成立する？あまり気がしないな。いいけどね。まあいいや、キャッチャーはもうこの際そこまで。金子誠が欲しい。ショート S だからね。古木で合ってるよな。古城じゃねえよな。小笠原欲しいな。やっぱ巨人小笠原じゃないと。日ハム小笠原が欲しいです。小笠原クレーンかな、なんかどうにかして
ロペスつけるから噂がくれんかな。横山つけるので大ゾーン、よしよしって言えるのかな。これに金子誠が欲しいです。先生、金子誠が欲しいです。誰つけたら金子誠くれるんだ。ディアス。嘘だ、これ成立するわけねえよ。あのいらねえジェームスつけよう。相手球団次第とか言われちって。やっぱ小笠原欲しい。小笠原に目がくらんでないか。金村悟か、関根もいいけど、こいつがいいな。清水秋夫、立山どうだ。ダメか、立山はダメか。清水いいんじゃないか。なダメか。小笠原だったらキャッチャーできるよね。小笠原キャッチャーにして、サワラキャッチャーにして、ロペスは残す。これで、これで、あとそこそこのピッチャーください。あ、ピッチャーいるわ、まあまあいるわ。オズボーンください。ダメか、取ったばっかのオズボーン。ディアスつける、ディアスどう。 CCCCC のディアスぐらいだったらオズボーンの方がいいもんね。うん、オズボーンくれ。この虫のいいトレードを送り出してしまった。散々悩んだな。これでセカンドとファーストを補強で、ファーストでキャッチャーはできる。小笠原をキャッチャーにして使う、どうでしょう。いいぞ、勝ってるぞ。ここまで11本ヒット打って勝ってる。チコ技3、チコ技すげえ活躍してる、すっごい活躍してる。これ山内投げるところだね。横山ですよ。星野、勝てんかったか。いやまあでも接戦してるね。いい、前線してる。お、3億円の大台っていうかどうか知らんけど、 5億円ぐらいで大台だな。ちゃちゃちゃっと西崎と清原、トレードの成立が気になるな。トレードが成立するかどうか。人事、ショート取った方がいいんかな。ここは直接対決じゃないけど取りに行きたい。ミンチ、まず先発ミンチ。金本に変えて木村拓哉。ボロ負け。変えた木村拓哉が打ったかどうかだな。5打数ノーヒット。これは変えて申し訳なかった。横山。うん。山内。よし、なんとか一勝は拾った。巨人に弱いな。ここまで巨人と対戦して6試合で5勝1敗だわ。ただしお金はたくさんくれるね、巨人は。すげえよ、これ。すげえよ。
尾形が鬼のように打っとる。今立浪1500本安打って出てきたね。この時点では立浪が1500本と田中幸雄の1500本が同じような時期だったからね。両方とも1500本2000本安打打ったけども、まだこの時点で並んでたんだね。ほぼほぼ並んでたんだね。まあ右バッターと左バッターってのはだいぶ違いがあるし、そこでどうこう思わないけど。お、ここで山内、ディアスが調子落としてるな。ディアスの代わりに、ディアスの代わりに木村拓哉出したろ。いや、100中を出そう。負け投手、負け投手、口はな、通りこそスレード、スレードって感じ。この試合見ます。20分来たんですけど、もう20分来たんでね、この後はもう余興みたいなもんなんで、別に見てもらっても見なくてもいい感じかも。試合のやっぱ1パートに1回ぐらい試合が見たいよ。うん、勝負、勝負、試合が見たい。先発投手ハッカミ、古田の投手ですけど、投手の中でね、なかなか覚えがないけどね。古田、ファーストはペタジーニ、セカンドバシ、サードは岩村、ショートは宮本、レフトはわからんな、まあ、センター真中、ライトが、佐藤かな。稲葉いた？レフト稲葉かな、もしかして。ヒットだ。3番レフト浅井が、浅井が、おお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 お、いてない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 、今絶好調かな。三振、ここがプロペスもワンスリーから、おおおおお、もうこれ勝ったでしょ。初回から2点入れたらもうさすがに勝ったでしょ。これは見る必要ないかもしれんね、見る必要ないかもしれんねとか言って、開幕戦の巨人戦はあれだったな、もう勝ったなと思った、この前行くなと思ってたんだけど、最後2点追いつかれて、9回2点追いつかれて、延長戦で高橋にタイムリー打たれて負けたもんね。満身は良くないな、満身は。高橋聡しかレフト、稲葉まだ出てこねえんだ、この頃は。すごいよな、ある意味ね。立浪とか田中幸雄が1500本安打したとか、そういう風なこと言ってる頃に、まだ稲葉はまだ選手として出てないんだもんね。ほぼほぼ。そんなには出てないって感じか。なんか今はね、WBC 日本監督すら就任する勢いなのにね。やっぱFA がね、稲葉は FA が自分の選手人生を変えたね。ヤクルトから出て、でまあ海外に挑戦しようとしたんだっけな、ね、んだから、まあそれは失敗に終わって日ハムに移籍して、おお、まだヒット打った。東で調子いいね。スリーベース長打。ここでついに浅井もいって、もう勝ったわ。これはコントローラー置いとこう。もう勝ちました。焼きつくはもう本当に長いことやってる、長いことやったな、長いことやってる。その青春時代にめちゃくちゃやり尽くした。野球の面白さも全部焼きつくに教えてもらったと言っても過言ではないぐらい焼きつくをやった、うん、それがなかったら多分野球民になってないだろうしね。野球民という、まあ、自分を表現する単語の中に多分野球に行くと思うんだけども、それぐらいこの野球つくがあって、野球を知ってでテレビの野球を見るようになってっていうぐらいでね、うん、あんまそれまでは野球のこと知らなかったぐらいなのに、この野球つくの力によって割と野球ってのは面白いなってのも教えてもらったんでね、まあ、この動画とか見ることもきっかけになるとは思うけども、まあ、ならんな、これはならんな、ならんけども、野球の面白さっていうのは本当にある。まあ、それまずゲームとかしてもいいけど、ゲームで選手の名前を覚えてから、テレビとか見るといいね、うん、
まずゲームでもいいと思うんだよ。それはもしかしたらにわかみたいに言われるかもしれないけどね、いきなり球場に行くのが正しいとも限らんとは思う、うん、まあ、球場は球場でもうずっとゲームとかやってから、ずっとゲームとかやってテレビとか見てて、その状況で球場に行くとやっぱ感動するよ。あの野球の球場はそれがもう日常になってる人たちもいると思うんだよ。初めからね、阪神ファンのわらしの姉妹みたいな感じでさ、割と小さい頃から球場に連れてこられてるっていうそういう子供たちもいるだろうけども、割と大人になってから球場に足を運んでもね、やっぱね、野球場のあの雰囲気は感動する。両翼 100m とかのこの球場なんだけどさ、両翼ここの長さでさ、 100m とは思えん、そのこの入った瞬間の広さというかさ、球場の広さ、開放感。おすすめだね、やっぱマツダズームズームスタジアムはおすすめだね。あそこの球場は非常にいい。なんかやっぱ死ぬまでに一度野球好きでなくとも行ってほしいなって思うね、あの球場はね、うん、それぐらい、まあ球場もいいもんです、うん、これでゲームもショーんじゃけど、ゲームもじゃけど、あのテレビもいいしやっぱ現地の観戦もいいっていうね、まあ、まず一番は選手のことを覚えるのは大事だなとは思うけどね、うん、だからそういう意味ではこのね、役付くがいいなっていう思うのはって、同点に追いつかれたぞおい思うのはこのね、顔がね、しっかりこう特徴のある 顔立ちでこう形成されてるからね、ベガジンとかベガジンっぽいでしょ。覚えほら、フルタなんでも完全にフルタだもん、覚えやすいですね。もう昨今のゲームじゃもう 3D でさ、めちゃくちゃ似たような顔にもなるんだけどさ、それとなんかこのデフォルメされてなくてさ、覚えにくい。かといってパワープロとかもあれもね、ちょっとね、顔が全部同じだからね。パワープロもこの焼き付け方式として同じ顔じゃなくて、顔だけね、デフォルメで取り込みやるんだと思うけどね。ロペス、高木、沖津、沖津。しかしまた9回表で同点だな。この試合、名古屋慣れてまた。ランナーが得点圏に進んだら、ちょっと待って、なんか、それ得点圏まで進んだらなんか起こしてみたいな機能なかったっけ。ほらピンチ、チャンスに呼び出しがあるじゃん。チャンスに呼び出してくれ。作戦も、まあ、完全にさせますけど、ほい、フォアボール。代打島送ったのか。まあ右ピッチャーだから間違っちゃねえか。ストライク。うん、でもチコワード選手に打たしたかったな。さあどうだ、飛びついた。うわー、うまい。起き上がって二塁へ。宮本うまい。ワンアウトランナー。またバントしていいですか、スクイーズしていいですか。一球目は振りをして、絶対振るなり振りをして、外れまして、カウントノーアン。スクイーズがないのないように見せかけておいて、ここです。ちょっと待って、選手交代していいかな。ロペスを、ロペスにダイス送れねえか。スクイズ。でももう一回スクイズ。スクイズ。うまい、うまいぞ。ホームイン。よし。勝った。これはもう勝ちでしょう。スクイズを成功させました。小林かんやな。よくこらえました。ボール。いや、この後期にわざわざランナー変えないなどという馬鹿げたことはありません。ピンチヒッター、荒井さん。荒井さんがなんか若々しい顔してるな。若々しい顔してる。レフトフライ。まず十分に。代打出てきてね、この若い荒井さんが初球をこうやってしっかり振り抜いてくれることに。なんで黒田を投げさすの？え、どういうことなのこの作戦は。ちょっといるでしょうか、に誰もいない。そうか、誰もいないわけじゃないわ。ピッチャーはそのバッターを抑えるまで変えられないんだった。はい、もうすぐ変えるよ。なんで黒田なんか投げさせたの、なんで黒田なんて投げさせたの。ピンチに強いピッチャーを投げさせたいけど、福山だな。ジェイス
ピッチャー交代です。ストレート。でもさ、コントロールがいいはずだから、この場面でフォアボールで崩れるということはないと思う。打ったー、ライトフライ、ライトバッターアウト。ここで代打です。今バカ出てきた、稲葉が出てきたな。こっちはピッチャー変えよう。稲葉だったら広池、左ピッチャーウルソの方がいいです。今調子いい。ここでピッチャー交代です。代打稲葉、アスノリ。ストレート。このウルソのピッチングフォームはこの焼きつくではあれだね、あの山本昌と同じピッチングフォームでした。空振りストライク。この稲葉のバッティングフォームはどうなのかな。投げました、ストライク。こんなにオープンスタンスだったっけかな。投げました、よし。空を切りました、三振。真中の監督だよ。もうこの時代の選手たちはほとんど監督になってるよね。監督扱い、高橋由伸もそうだけど、考えてみると外野手が監督になってるね。真中といい、高橋由伸といい、尾形といい、金本といいね、大体外野手が今の監督やってるね。まあ、中日の森重とか、あとこれは当たり損ねたが取りました、一塁へ送球。あ、ラミレスか。ラミレスの外野だな。中止だけだな、外野出身の監督が。外野出身は監督してないな。ってことでもう31分経ってるわ。ここで切るのは忍びねえな。一応トップの画面に行ってまでからにしましょう。巨人とのゲーム差は 1.5 ゲーム差、全然首位を狙える位置で、まだまだ粘っております。我がカープ軍団はね。いや、結構戦えてるね。勝率5割でいってるし、やっぱこの尾形ロペスあたり、尾形がすごいな、尾形がすごいな。山内、横山、小林寛平、そして本日の投手です。お前のトレード失敗したの大きいな、痛いな。トレード成功すると思ってたもんな。今月の決算8214万円の赤字。勝敗表12勝11敗10位、まあ OK。 ランキング、まあいいでしょう。終止報告、まあいいです、まあいいです、まあいいです。終了、30分の動画にしちゃった。33分、一応 YouTube に上げられるんだけど、多分結構長いですけど、できる限りやっぱこう20分ぐらいでこうね、見る人がそんなに何も成果がなかった人事余計は言ってもんでもねえと思うけどな。なるべく20分ぐらいで収めないとな、見る人もな、30分ぐらい長いなって思っちゃうもんね。よく言えば15分ぐらいで終わらせたよな、本当はな。でも、まあ、焼きつくに関しては15分ぐらいでな、山と谷と山あり谷ありにはできんからね。そこはご了承くださいということでね、ご了承ください。今年の有力外国人情報、北米を思う外国人、北米は探せないということで、パート6でした。またパート7でね、次はもう5月、雨とかが5月の焼きつく5月をパート7ではもう5月を駆け抜けたいと思います。だからもうね、12ヶ月で考えたら、まあ、12パートぐらいで終わるんじゃないかな、急げばね、じゃないかなと思ってます。はい、ということで12パートないか、もっとかかるか、焼きつくパート6でした。次回パート7でお会いしましょう。ほなまた。